自然をこよなく愛し、魚釣りや森の散策をしながら作曲しました。耳を澄ませば聞こえてくる遠い異国の波の音。この金曜日、もっと嬉しい日にしちゃおうよ。さあ、金曜日を最高。栄東に並びました。聞こえました。いや、やっぱり最後にギリギリ際どい時もそれで頑張れたんで、強いお父さんを見てるんで良かったです。同じく視覚障害を持つ藤本聡41歳、66キロ級の銅メダルをかけた3位決定戦。アトランタ、シドニー、アテネと3大会連続で金メダルを獲得している藤本。序盤から得意の背負い投げを果敢に仕掛けると、相手に指導がつき藤本がリード。しかし試合終盤は一転して激しく攻め込まれます。最後まで耐え抜いて銅メダル。自身では通算5個目のメダルを獲得しました。競泳男子 100m 背泳ぎ決勝に重度の自閉症を抱える津川拓也が登場。家族が見守る中、 50m のターンでおいと手遅れます。しかし後半一気に追い上げる津川。3位は津川、自身初となる銅メダルを手にしました。匂いも綺麗。トトロ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。実験に成功したと発表しました。成功が事実ならこれまでの核実験とは異なり、北朝鮮による核の脅威は一気に強まったことになります。その北朝鮮国内で今何が起きているのか、テレビ東京のカメラが独占取材しました。核弾頭突破試験に一発ほど進行된것과관련하여朝鮮労働党中央委員会は북부핵시험장에우리핵과학자개선자들에게뜨거운축하를보내어왔다우리의핵무기경기화는보다높은수준에확고히올라서게되었다北朝鮮国営メディアが高らかに成功を宣言した核実験。午前9時半ごろ、北朝鮮北東部のプンゲリ付近でその核実験によるとみられる不自然な地震波が観測された。韓国国防省によると爆発の威力は10キロトン程度で過去最大規模だという。断じて、許容できません。強く抗議しなければならないと思っています。安倍総理大臣は早速アメリカのオバマ大統領と電話会談し、新たな制裁が必要との認識で一致。オバマ大統領は日本の安全保障に対して責任を果たしていく意向を改めて示したという。北朝鮮をこれまで擁護してきた
中国。我们强烈敦促朝方信守无核化承诺。